空軍気象局は、アメリカ空軍の組織。空軍参謀本部下の外局であり、気象部長を通じ、航空、宇宙作戦担当参謀次長の監督下にある。アフリの任務は、空軍。統合軍をはじめとするアメリカ軍各部隊に、宇宙天気予報も含む、軍事気象情報、天候予測を提供することにある。本部は、ネブラスカ州、オハット空軍基地所在。 人員は約1100名。前身はアメリカ陸軍通信部内の気象部に遡ることができる。直接の前身となったものは1943年4月14日にアメリカ陸軍航空軍に設立された気象航空団である。これは1946年1月7日に陸軍航空軍気象部3月13日に航空気象部に改編され、 アメリカ空軍の設立とともに空軍に移管された。冷戦期は軍事空輸軍団の所管であったが、1991年に空軍参謀本部の所管に移されている。現在の名称となったのは1997年のことである。組織は本部及び2個気象軍、1個センターなどから構成されている。ありがとうございます。